人類の祖先が誕生した10万年前、夜空には今と同じように星が輝いていたことでしょう。夜行の野生動物に怯えていたと思われる夜でも、きっと星を見上げていたかもしれません。その後、人類の進化とともに星も配列を変えていきます。人類が成長し運命を築き始めた頃から、星の動きと気候の周期的な変化に関係があることに気づき始めたようです。中でも明るさや位置を変える星があることには早くから気がついていたようです。惑星です。そしてその惑星の通り道にある星の並びに名前をつけていきました。そしてその他の星や星の並びにも次々と名前をつけていきました。人々は自分たちの住んでいる地域の山や川と同じように個々の星に名前をつけていったのです。時代が進み、望遠鏡が発明されると、恒星や惑星以外にもいろいろな天体が見えるようになってきました。そして宇宙の構造がだんだんと分かるようになってきました。我々の住んでいる銀河系の外側にも同じような銀河が無数にあり、宇宙は何百億光年もの広がりがあることが分かってきました。さらにビッグバン直後の光の名残も捉えることができ、宇宙がどのような歴史で作られてきたかも分かるようになってきました。無限に広がる大宇宙、これからも私たちはこの宇宙に比べるとちっぽけな地球の上から、遠い宇宙の彼方に思いを馳せて星空を見上げていくことでしょう。